つけておくことのタイミングが好きですよね。相手のディフェンダーは一歩対応が遅れますよね。焦らずにね、落ち着いたヘディングシュートで見事なゴールだったと思いますよ。シーズン5ゴール目となります。スコティッシュプレミアシップ前期第27節、セルティックパークで行われる本日のゲームです。チームカラーに染まったスタンドは勝利を確信するサポーターたちの声援で埋め尽くされています。この時間はセルティック対アバディーン、こちらの一戦をお楽しみいただきます。コンディションですが、こちら現地は晴れております。今日のナイトゲーム、このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。この序盤ゲームの入り方としては相手北が中村がここから狙っていきました。まあ積極的でいいでしょうね。どんどんこうやって打っていけばゴール前何か起こるかもしれませんからね。セルティックは大量得点で先日の試合勝利を収めています。スペースを狙うシュート、セルティック先制。古橋、ここは相手のマークをうまく外して落ち着いて決めました。このゴール北澤さんはどうご覧になりますか。そうですね、これはシュート前のパスが決定的だったんじゃないですかね。ラストと受けてのタイミングがバッチリでしたね。相手のディフェンダーは一歩対応が遅れましたよね。パスを受ける方もしっかりキーパーの位置を見ていたので、こういうゴールが生まれましたよね。中村からのフィードボール、いいボール入りますよ。クロスを頭で流し込んだ。焦らずにね、落ち着いたヘディングシュートで見事なゴールだったと思いますよ。クロス、今日2点目です。中村からどうだ、シュート、サワル。前半終了です。15分間のブレイクの後、セカンドハーフに入ってまいります。さて北澤さん、前半戦についてのコメントをお願いします。まあ、ぜひ監督に言われるのは、言うことが怖いことでもありますからね。まあ、ゲームをこう終わらせたい3点目はどうするでしょうね。スコティッシュプレミアシップ前期第27節、セルティック対アバディーン。セルティックが前半終わって2対0、2点リードのまま折り返します。ロジッチ、いいプレッシャー、さあ一気にカウンター、サイドを使う、この柔らかいパス、決めた。後半開始早々ゴール。ここで得意のカウンターがまさに炸裂しました。フィニッシュまでの形、北澤さんいかがでしたか。いいカウンターでしたね。前線は常に狙っていないとこの動き出しはできないですからね。さらにチーム全体のスイッチの入り方もここぞという瞬間でしたよね。今シーズンの3ゴール目となります。
アーチのようなパス、クロスを選択、来た、アウトまで来た、追加点が決まりました。これで差は2点。ダイビングヘッドでのフィニッシュ、決まりました。頭から飛び込んでね、簡単ではないシュートだと思うんですけどね、決めてきましたね。シーズン5ゴール目となります。スルーパスを出す、収まってシュート、キーパー、いやー、これよく止めましたね。いや、今のは決められてもおかしくないですよね。ファインセーブですね。ここで見せてくれました。フォレスト、グリーンで受ける、シュート、フラス、シュート、うわあ、頭、うスコット・ブラウン、ここで笛です。3対1、セルティック勝ちました。勝ち点3を獲得。北澤さん、試合の総括をお願いします。セルティックとしては攻撃的で非常に迫力がありましたね。素晴らしいシュートシーンが見れましたですね。そうですね、そろそろ放送時間もなくなってきました。解説は北澤剛さんにお願いいたしました。北澤さん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。スコティッシュプレミアシップ前期第27節、セルティック勝利して勝ち点3を手にしています。